おはこんばんちは、春川龍でございます。信長の野望波動、今回は決定解剖旗持ちの仕組みということでやってまいりたいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、こちら検証編成画面で確認していきましょうと、ここですね、ここの3つの枠に新しく旗持ちという枠が増えましたよと。でそれぞれですね、旗持ち1が戦レベル24で解放、旗持ち2が27、旗持ち3が、30レベルで解放ということなので、まあまあまあ結構シーズン中盤にならないと解放されない感じですね。なのでその中盤に向けてちょっと準備しなくちゃいけないかなというところでございます。早速旗持ち1に誰か入れてみましょう。まあ適当にいいナオトラあたりでも入れときましょうか。そうしますと、ここの右側のパラメーターが増えました。攻撃防御、武勇、知略、破壊、97787。合計38ポイント増えましたねと。で、注目すべき点はここですね。経過適正。ここは 0% のままなんですよ。なので、兵力が0のまま。もう部隊のこのパラメーターだけ上げるっていうイメージですね。仮にですね、同じ武将を与力に置いてみると、はい、こんな感じ。まあ攻撃側を置くか防御側を置くかで多少攻撃防御の数値変わりますが、11415169555、試しに防御側にも置いてみましょうか。681516449と、まあ、若干ちょっと、攻撃防御破壊の割り振りが変わって数字落ちてしまいますが、大体こんな感じ。なのでざっくり言うと、旗持ちに1人武将を置いた時のパラメーターの変化量は与力の大体7掛けぐらいの数値になるという感じですね。なので旗持ち3人置けば与力に2人置いたのと同じぐらいここのパラメーター変わってきますよという感じです。イメージ的にはね、なんだろう、旗持ち3人で与力1人ぐらいのパラメーターアップぐらいかなと予想してましたけども、思ったより大きかったですね。うん。あと兵科適正上がらないということは、兵科何でもいいってことですよね、これ。うん。例えば、牙から、鉄砲、同じレベル1の鉄砲に変えてみると、武勇と知略の数値変わってないですよね。攻撃防御破壊は、ここの、兵科ごとのこの適正の数値分だけ変わってるっていう感じね。なるほどと。なので、思ったよりね、パラメータに当たり数値大きいので、ここを区部署、まあ、3つ解放したら、技能合わせになりますけど、3つ解放する前までは、技能関係なくパラメータの高い武将を置いとけばいいかなという感じですね。で、まあ、旗持ち1、2、3解放したら、やっぱ技能合わせしていきたいよねという感じになるんですけども、まあ、もちろん、この旗持ちに置く武将もレベル30以上上げて、技能を解放しとかなくちゃいけないよと。で、3つ合わせて初めて1つ、プラスアルファされるよと。しかも最初からこの編成を組むときに、まあ、旗持ち3人で発生させる技能を事前に発動させておかなくちゃいけない。なので、まあ、豪遊3枚合わせるとしたら、この舞台でもともと豪遊持ってる武将1人置いとかなくちゃいけないよという感じになるので、結構難しいと思うんですよね、条件が。うん。しかも SR 武将置けないですよね。SSR しか置けないんで、そうするとね、だいぶ技能限定されちゃうんですよね、置く技能が。なのでまあ簡単に言うと、もうここの旗持ちはパラメーターのことだけ考えておけばいいんじゃないかなと僕は思っております。まあ、僕もね、今いる部隊でどう旗持ち編成しようかなと思ってるけども、まあ今言った通り、旗持ち123が解放されれば、合流置こうかなっていう感じですね。足利義輝が合流持ってて、で、他の武将で合流持ってるのってみんな牙なんですよ。うん。なので、牙の SSR 3人をここに置いて、豪遊を2にしようかなぐらいですかね。うん。そんなに頑張って豪遊2かみたいな。そしたら、もうそもそもパラメーター高い武将3人置いた方がいいんじゃねえかって感じですね。3人置けば、与力2人分ですから。で、はい。他の注意事項いきます。はい、こちら、お知らせのね、ここの、旗持ちのガイドのところにあるんですけども、ここですね、旗持ちの装備秘伝について、旗持ちが装着した一品、習得した秘伝は、武将の能力に関する効果のみ有効ですと。
部隊に対する効果は無効となりますと書いてありますんで、これ注意ですね。例えば、まあ、装備は分かりづらいんで秘伝でお話をすると、家電ですね。家電、織田家電とか上杉家電とかあると思うんですけども、あれは部隊に対する効果なんで発動されないんですよ。逆に武勇の鍛錬とか知略の鍛錬とか武将そのもののパラメーター上げる秘伝は有効という感じになりますと。あとこちら、この他注意事項、旗持ちは戦法を発動しませんと。で、旗持ちが所有する技能は部隊に直接加算されませんと。まあさっき言った3つ重ねて初めて発動されるね。で、旗持ちは技能や戦法などの武将を数える効果の対象になりませんと。例えば軽眼、兵科適正 A 以上の人数かける攻撃防御アップになるんです。その兵科適正の数には入りませんよと。あとは絢爛とかかな、部隊内の女性の人数かける何パーセント、なんだっけ、なんかがアップするんですけど、その人数には数えられませんよという感じになっております。ということで旗持ちに関してはこんなところですかね。先ほども話しましたが、まあパラメーターの高い武将置いとこうねという感じになるかな。あとはまあいろいろ試してみて技能3つ合うやつ置くことができるのであればラッキーみたいな、こんな感じぐらいだと思います。で、次にね、旗持ちやっぱりパラメータ高い武将を置くのがスタンダードになりそうだよということで、テンパ800の武将とか今まで使ってなかったやつ多分掘り出すことになります。僕もね、交流ポイントがなくて何人か崩しちゃったんですよね。また作り直さないとまあちょっとそれのね、能力別ベスト10作ったんで見ていきましょう。はい、こちらですね。テンパ800の各パラメーターのベスト10で、まあ戦力で見ると、細川藤高が一番高くて、東堂高虎、樹形2とかこの辺になってきますね。ただ欲しいパラメーターって考えると、まあ統率武勇高いか、統率知略が高いか、統率政治が高いっていう武将を狙って入れると思うんですよね。戦法の具合とか考えると。こうした時に有能そうなのが、統率武勇が高い柿崎さん。僕は使ってないんですけども、剣心使ってますが弓なんで、柿崎置けないんですよね。なので僕柿崎を、さっきの上杉剣心隊の旗持ちに置こうかなと思ってます。あとは武田勝頼もどっちも上位なんですよね、武勇統率。で、ババッチもそうだし、村上義清もそう。で、高坂さんは、統率知略系。うん。統率知略系、実は、高坂さんぐらいかな？トップ10に入ってるのはね。まあ、テンパ850も入れるとまた変わってくるんでしょうけど。テンパ800はね、統率武勇高い系が多いんですよね。で、あとは、岡部元信。あと、滝川一正もですね。で、大渕。っていう感じなんで。結構統率武勇系の部隊にはテンパ800のこの辺の武将を使うかなという感じですね。で、あと統率政治系で見ると武田信繁ぐらいかな。まあまあこんな感じでですね、この辺に乗ってる武将多分使うことになります。なので武将のレベル上げ余裕が出てきたらこの辺の武将も上げたいた方がいいかなという感じですね。はい、それでは以上でございます。旗持ちの仕組みについてでございましたと。思ったより部隊のパラメーター上がるのでびっくりしましたね。ちゃんと考えておかないともったいないという感じです。ただね、技能合わせはちょっと難しいかな。難しい。 SSR だけっていうのは難しいよ。 SR の武将まで入れればうまくいくんですけど、ちょっと SSR 以上の武将だけだとね、技能3つ合わせるの現状だとちょっと難しい。もうパターンも何だろう、数種類ぐらいしかないんじゃないかな。こんな感じで、技能系のデータまとめてるんですけど、この黄色いのが SSR の武将ですね。まあ、この中で SSR が持っている技能で多そうなのって、これ一心とか。なぎに威風とかいけそうかなと思ってるんですけど、SR 持ってるのが多いんですよね。だから、普通に純粋に1、2、3、4、5、6、7人しかいないんだよな、威風。まあ、そのうち誰か1人部隊に入ってれば、他使ってない3人使って威風を上げられる。まあ、こんぐらいいればなんとかなるかな。ただね、砲砲とか無理だし、連射はギリいけるかな、全員持ってれば。
とか。何気に眼剣とか難しいんですよね。SSR で持ってるの4人しかいない。無理だよ、これ。居合はいける。うん。ピオもなかなか難しいんだよな。1,2,3,4,5,6,7人か。なるほど。合流とかもね、本当は難しいんですよね。4人しか持ってない。とかね、こんな感じなんですよね。こういう風な感じで見てると結構難しいなって気がします。うん。でね、うまくこう、技能に合わせたけど、テンパ850の最近のシリーズのやつだと全然星重なってないから、舞台のパラメーターが全然上がらんと。じゃあなんか微妙に弱いみたいなね。そういうような状況になりやすいんじゃないかな。だったらね、シーズン1のテンパ800でしっかり星が重なってるやつを置いた方が、強くなりそうという気がします。まあね、シーズン中盤になって解放されて舞台に組み込んでみて、最終的に使い心地見てみようかなという感じではございますと。はい、それでは今日はこんなところ。今回の動画が少しでも役に立ったと思っていただけるようでしたら、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたしますと。それではまたね、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。